2011年のロードレース世界選手権2011年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第63回大会となる。125cc クラスはこのシーズンが最後の開催となり、2012年からは4ストローク 250cc 短期等の元3クラスに改変となる。モートジッピークラスでは2012年より、 排気量の上限が 1000cc へと拡大されることから、800cc エンジンのみで争われるのはこのシーズンが最後となった。7度の最高峰クラスチャンピオンであるバレンティーノ、ロッシがヤマハからドゥカティに移籍。2007年チャンプのケイシー・ストーナーはドゥカティからホンダに移った。2010年チャンプのホルヘロ・レンソとランキング2位のダニ・ペドロサはそれぞれヤマハ、ホンダに残留。 ベンスピーズが、ヤマハワークスに昇格し、ロレンソのチームメイトを務めた。ルーキーとしては、スーパーバイク世界選手権から、カルクラッチロー、元にクラスからカレル・アブラハムの二人を迎えた。2010年9月30日、全18戦からなる開催カレンダーがフィームより、発表された。また2011年3月15日、当初のカレンダーでは4月22から24日に、 第3戦として開催予定だった日本 GP は東日本大震災のために9月30日から10月2日に延期された。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モート GP クラス注釈、マルコ・シモンチェリはマレーシア GP での事故で重傷を追い死去した。 元にクラス 125cc クラス注釈モート GP クラスマニファクチャラーズランキング元にクラスマニファクチャラーズランキング 125cc クラスマニファクチャラーズランキング1カピロッシは現役最後のレースとなったバレンシア GP で普段の実験65に変わりマレーシア GP で自己死した同郷のシモンチェリが付けていた58を使用したただし公式記録上では 従来の65が表記されている。2010年10月31日、FIA、ドルナスポーツ、アータによって2011年シーズンのエントリーが承認された22チームのリストが発表された。2011年1月24日には38人のライダーのエントリーリストが発表された。ありがとうございます。